空図の確認、風の読み方、ケーキのメンテナンス。区域を越えるには様々な準備が必要だが、とりわけ最後にものを言うのは、長年の経験と勘ってやつだ。よし、見えてきた。昇竜域の闇を切り、俺は舵を切る。ほどなくして風の匂いが変わった。この新しい空を拝む前の高揚感、ワクワクが止まらねえ。一面の青、透明な空、新しい光に目がくらむ。甲板のあちこちで歓声が上がった。ポートブリーズでくすぶってた俺が、まさかこんな遠くの空にまで来ちまうなんてな。団長と出会い、気空帝グランサイファーと共に様々な困難を乗り越えてきた。今までの旅路を思い返すだけで、この胸が熱くなる。さて、もう一仕事と行くか。燃料と炉の状況を指差し確認。どれも万全だ。みんなを無事に島に降ろすまでが総出しの役目ってな。ゼーガグランデの空で何が待ち受けてんのか、この時の俺は楽しみ半分、不安半分ってとこだった。断崖に打ち捨てられたそいつを一目見たとき、俺は心を奪われた。その船の名はグランサイファー。ガキの頃の夢は、ボロボロになったグランサイファーを修理して共に広大な空を狩ることだった。だが当時は知識も技術も何もなかった。慣れない整備作業にはそりゃ苦戦したもんさ。複雑な操舵術も無理やり頭に詰め込んだ。倉庫をやってなんとか修理は完了し、いよいよ待ちに待ったテスト飛行の日。今でも覚えてる。舵輪を握る手は震えてた。苦難の末、グランサイファーが浮いた時の気分は最高だった。期待は確信に変わり、夢が叶ったと飛び上がったもんさ。だが浮かれたのもつかの間、次の瞬間には船もテンションも急降下ってな。これは例えじゃねえ、マジに落ちたんだ。何が原因だったのかは分からねえ。だが、俺が寝る間も惜しんで注ぎ込んだ数年間は、あっという間に失墜しちまったんだ。ああ、俺が憧れた空は、俺のことを嫌ってやがる。空に裏切られた。今にして思えば自分勝手な言い分だが、本気でそう思った。それっきり飛ぶことは諦めちまった。しばらくは墜落のトラウマを引きずりながら過ごした。そのくせ空への憧れだけは完全に捨てきれなくてな。笑いだけは笑ってくれ。だが転機が訪れる。災難によってついえた俺の夢は、皮肉にも別の災難を理由によみがえったのさ。それは俺の故郷であるポートブリーズにエルステ帝国が攻めてきた時のことだ。俺と団長たちが初めて出会った頃の話になる。
俺が空を飛ぶことを諦めていた頃、島の守り神である青少獣ティアマトが帝国の奴らに暴走させられるという事件が起こった。ティアマトの暴走を鎮めなければ俺の故郷は空の底へ真っ逆さま。なんとかするにはルリアを介して声を届けるしかない。それを実現するには上空のティアマトのそばまで行く必要があった。つまり空を飛ぶしかねえってわけだ。船を飛ばすなんて無理だ。空にトラウマを抱えた俺はそう思ってた。だが、みんなグランサイファーに乗れ、そう叫んでた。あの日確かに船は落ちた。また落ちるかもしれねえ。どす黒い不安に押しつぶされそうになる。それでも俺を信じてくれた島民のみんな、そして俺に力を貸してくれた団長たちの気持ち、きっとそういったもんに突き動かされたんだろうな。ここに来てようやく腹をくくったんだ。悪い、待たせたな。俺は戻ってきたぜ。だから導けよ、俺をこの空に。俺はただ空を恐れていただけだった。動力部を稼働させるとグランサイファーは答えてくれた。無事俺たちの思いはティアマトに届き、島の危機は去った。それと同時に俺は本当の意味で空を飛ぶという夢を叶えたんだ。それ以降俺は団長の気空団で総出しをやってる。船作りを司る青少獣ノアとの再会を果たしたり、ティアマトとの絆を結び直したり、なかなか波乱万丈な旅を経て今に至るって寸法だ。ゼーガグランデは未開の空域と言われちゃいるが、どんな空だろうと俺とグランサイファーの役目は変わらねえ。団長やみんなが望む場所へひとっ飛びってな。空の果てに行くことさえ不可能だとは思っちゃいねえさ。なぜって、そりゃお前このグランサイファーが一緒だからに決まってるだろう。仕事柄船に関する情報には耳ざとくなっちまう。つっても、あんな大声じゃ聞き耳立てる必要すらねえんだが。そんなの嫌だ！あいつはまだ飛べるはずなんだ！道端で訴える兄ちゃんが妙に冷めた様子の三人に囲まれていた。聞こえてきた話によると、ノーチラス号とかいう気空艇の廃棄が決まったことで揉めてるらしい。設計士らしき兄ちゃんが懸命に異を唱えているが、周りの連中からはいい加減に現実を見ろと諭されてやがる。確かに夢ってもんはそんな簡単に捨てられるもんじゃねえさ。だがな、理想を阻む現実の壁は思いのほか高えんだ。総出しの兄ちゃん、メカニックの嬢ちゃん、それから商人らしきおっさんか。設計士の兄ちゃんが一言語りや否定の言葉が三倍になって帰ってくるときたもんだ。
応援してやりてえが、ちと厳しいだろうな。船ってやつは繊細で当然金もかかる。根性だけじゃ立ち行かないことなんてしょっちゅうだ。せちがれえな。立ち去ろうとキビスを返したその時、俺の耳に設計士の兄ちゃんの絞り出すような声が聞こえた。あ、聞こえちまったんだ。約束したじゃないか。ノーチラス号でいつか夢を叶えようって。おえつ、そして震えた声。悔しさとやるせなさと不甲斐なさの渦中にあって、夢に向かって必死に手を伸ばす、そんな声だ。そういう泥臭い思いを俺はよく知っていた。つまりですね、ノチラス号は古い方でありながら可能性に満ちているんですよ。現行の輸送艇と比べても3倍の速度で航行可能なんです。フォルカの酒場で設計士の兄ちゃんが管を巻いている。こいつの名はケントというらしい。俺は偶然この兄ちゃんと席を共にしていた。よほど誰かに聞いて欲しかったんだろうな。俺が聞いてもいないことまでいろんな話がわんさと出てくる。なんでもケントは最近ようやく設計士として一人前になったばかりで、フォルカの物流貢献のためにノーチラスという名の船を復活させたいらしい。不足しているパーツだなんだの話も聞けたが、俺が本当に聞き出したいのはそんなことじゃなかった。故郷に貢献したいってのは立派だが、でもよ、それだけが理由じゃねえだろう。昔友達と約束したんです。早くてかっこいいノーチラスで空を飛ぶ、僕らの夢を絶対に叶えようって。かつて活躍していたノーチラス号は経年劣化の末に放置され、修理不可能な状態にあるそうだ。年月ってのは時に残酷なもんだ。10年という月日はノーチラスを取り巻く環境だけでなく、ケントと約束した友人の考えも変えちまった。俺らの間の沈黙を破ったのは酒場に駆け込んできた何者かの声だった。そいつの姿には見覚えがあった。ケントを非難していた奴らの一人、確か卸売をやっているおっさんだったか。誰か助けてくれないか、魔物に襲われて大切な積み荷が。俺は少し考え、ケントに尋ねる。偶然にも俺は気空士なんだが、あいつを助けるべきかと。お願いします、助けてやってください。ケントの返事に迷いはなかった。本来人ってもんは否定してきたやつには反発したくなるもんだ。だというのに、ノーチラスの復活を否定してたやつを前に清々しいくらいの即答ときたもんだ。気に入った。
ここは俺がおせっかいを焼いてやるとするか。ったく、お前ら無茶すんなよ。修理のおっさんが行ってた場所はこの辺だな。積み荷が心配だ。急ごうぜ。ん？奥の方にいるのはゴブリンか？そこだ！荒らされちゃかなわねえ。お引き取り願おうか。どうしよう。任せな。あらおら。てあ、こいつ一丁上がりってな。さて奥に急ぐぞ。見つけた。おっさんの積み荷ってのはあれだな。積み荷自体は無事だが、妙だな。少し物色されたような痕跡がある。ラカム、後ろだ。ワイバーンとゴブリンが消えてきた。この弾丸上等だ。帰り討ちにしてやるぜ。撃ち抜いてやるぜ。逃がしろ、待て。どさくさに紛れて積み荷を狙ってきやがる。近づかれる前に倒さねえと。狙っては敵がいるぜ。まだまだ来るぞ。みんな何か耐えてくれ。取っておきをくれてやるぜ。ファイヤー。覚悟するであります。ここだ。期待には応えるぜ。ここから逃げられる。この弾丸にかける。もう逃げろ。やけどするぞ。どうだ。足元注意だぜ。ついに大将のお出ましか。悪いがお前の好きにはさせねえよ。お前らは一つ大きなミスを犯した。それは俺らがベテランの気空師だったってことだ。残念だったな。一見落着ってな。ああ、ありがとうございます。なんとお礼を申し上げればよいのやら。礼ならそいつにいいな。俺はケントに視線を向ける。すると卸売りのおっさんは罰が悪そうに頭を下げる。君が頼んでくれたのか。ありがとう。それにこの前はすまん。言い過ぎたよ。おっさんが立ち去った後、俺は次にやることを考えていた。さて、ノーチラスを空に返してやんねえとな。俺のつぶやきがかすかに聞こえたのか、ケントは何か言ったのかと尋ねてきた。そんな時はこう答えるのが男の美学ってもんだろう。なんでもねえよってな。どうもです。
だから何度も言ってるでしょ、ノーチラスを修理するなんてこんな田舎じゃ無理だって。女ってのはどうも苦手だ。考えていることがうまく言葉にできなくなっちまう。詳しく説明せずともメカニックの嬢ちゃんなら分かってくれると思ったんだがな。ま、ケントがノーチラスを飛ばそうとしてるとしか伝えなかった俺が悪いんだが。だから無理なんだってば。私だって飛ばせるもんなら飛ばしたい。いろいろ工夫もしたさ。でも、だけど。おいおい、そりゃ反則だろう。甘いと分かってても泣きじゃくるやつを相手に強くは出られねえ。不足してるパーツについてはすでに目星がついていた。俺はファータグランデやナルグランデで手に入れたパーツ類を取り出す。余ってんだ、格安で譲ってやってもいいぜ。嘘でしょ、こんなレアな子たちなんで持ってんの。メカニックの嬢ちゃんは目の色を変えて問いついてきた。おーい、近い近えって。こっちの様子を気にも留めず嬢ちゃんはパーツを手に取り眺め始めた。よし、これを使ってアレンジすれば私たちの夢が叶うかも。友と共有したい夢、ケントとの約束、ノーチラスを復活させたいという思いはこの嬢ちゃんの中にも生きている。それだけは間違いない。言葉にせずとも十分理解できた。出会い頭の不機嫌さはどこへやら。メカニックの嬢ちゃんはパーツを抱え満面の笑顔でルピを差し出した。その金を押し付けるや否や投げキッスまでして走り去りやがった。ったく、いきなりびっくりさせんなっつーの。やれやれ、ま、これで風向きも変わり始めるだろう。お久しぶりです。聞いてください、あのですね、ノーチラスの修理が順調なのはケントの笑顔を見れば一目瞭然だった。メカニックをやっている友達のおかげでようやく夢が叶うかもしれないんだとさ。へえ、それよかったな。あのパーツを組むには相応の腕が求められるはずだが、やるじゃねえか、あの嬢ちゃん。あのラカムさん、その友達から聞いた話なんですけど、とある菊師さんがレアなパーツを売ってくれたそうで、その人ってもしかして。さあな、俺は何も見てないし何も覚えてないぜ。食い気味に遮ったせいかケントの視線がやたらに刺さる。今日のところは退散しておくか。ノーチラス、早く飛べるといいな。ノーチラス号が飛べる？驚く操舵士の兄ちゃんにケントが力強くうなずいていた。ああ、もう少しで修理が終わるんだよ。ようやく約束が果たせそうなんだ。夢が叶う直前だってのに、操舵士の兄ちゃんの表情は曇ったままだった。
その様子を見て俺はピンときた。ノーチラス号の修理が終わればあとは飛ぶだけだ。整備さえ完了すりゃ問題はないだろう。あえてふっかけてみたが、操舵士の兄ちゃんが目を伏せるのを見て俺は確信した。空への恐怖か。見れば握りしめた拳がかすかに震えてやがる。まさにこいつはくすぶっていた頃の俺と同じだ。おせっかいかもしれない。そもそも俺はこいつにとって赤の他人だ。余計なお世話と言われりゃそれまでだ。それまでなんだが、どうにも気になって仕方ねえ。だがここで俺が多くを語っても意味がねえ。俺は操舵士の兄ちゃんの肩にそっと手を乗せるくらいしかできなかった。悪い。やっぱり俺は飛べない。最終点検を終えてついにノーチラス号が飛び立とうとした矢先、操舵士の兄ちゃんは肩を震わせてつぶやいた。何言ってんだよ。俺たちの夢だったじゃないか。本当はお前もずっと待って。空が怖いんだ。操舵士の兄ちゃんの叫びにケントの訴えはかき消された。俺も気持ちは痛いほど理解できる。だがな、操舵士を名乗るからにはその恐怖を乗り越えなきゃならねえんだ。怖いってのはどういうことだ。お前は操舵士なんだろ。ここは一つとぼけたふりをして踏み込んでみる。操舵士の兄ちゃんは消え入りそうな声で語り出した。聞けば操舵訓練の最中判断ミスで船を墜落させちまって、命からがら小型艇で脱出したのだという。夢は諦めたくない。でも空が怖い。どうしようもなく怖いんだ。こいつには空を知ることが必要なはずだ。俺の直感がそうささやく。しかしこんないい船放っておくってのか。お前が乗らないなら俺が試運転をやってもいいんだがな。それは嫌だ。ノーチラスは俺の、俺たちの船だ。よし、食いついてきた。だったら今から俺についてきな。特別にグランサイファーに乗せてやる。そうだ、知ってんなら根性を見せてみろ。この判断が吉と出るか凶と出るか、俺は空の可能性にかけることにした。さて、お仕事お仕事っと。すごい、自動操舵までできるんだ。いい船だろう、こいつは。でもどうしてラカムさんは私たちを船に。わからないけど意味があるんだと思う。きっと何か。ラカム、魔物だ。そんな、
まだ死にたくない。積み荷の影に隠れてろ。なーに、すぐ片付く。よっ、頭上注意って隊に応えるぜ。また来た。心配いらねえ、お前らは絶対に守ってやる。そら、ここだ。しててくれよ。でなきゃ空で死ぬことになるぜ。空で死ぬ。若部さんが伝えたいこと言って、もしかして船と銃のことなら俺に任せとけってな。こいつ続いてくれ。もう一丁、いい流れだったぞお前ら。うん、あ、この調子で行くぞ。備えるでありますこいつは。嫌どうだ、おー、食らいやがれ。そこだ、この弾丸にかける。高くつくな。見事な連携でありました。恩切るぜ。この調子で行こうぜ。チャンスであります。任せな。恐ろしいワイバーンを倒した。いや、これが聞く氏の力なのか。ここだ。そこだ。おいおい、今度はワイバーンの大軍が向かってきてるぞ。さっきのは石膏ってとこだろうな。いいぜ、残さず蜂の巣にしてやる。中野さんと戦う理由、ほらほら、なんとなくだけど分かった気がする。それを生きる貴婦人とその日常こそが死と隣り合わせるんだ。まあな。だが、たとえ危険を冒してでも俺たちには叶えたい夢ってもんがあんだよ。そうか、さあ、この夢、恐怖に怯えて見失ったんだ。覚悟はできてるか。俺たちの夢は。世話かけた、カリオストロ。気にすんな、ただ気まぐれだ。そらそら、でかいの行くぜ。任せな。壁にぶちかますぜ、バリッシュピアス。シャルモット頼めであります。ロブルエクスケーター。こいつはここだな。一気に乗せ、カリオストロなのき叫べ。そら、どこ見てやる。アリスマブやったね。手に外しはしない。合わせてくれ。切れませんエースラボ。値段大敵だ。エースラボひらめけプロミネンスフレア。はい、やがれ。どんなもんよ。了解だ。よし、もう大丈夫だ。さて、見渡してみろ。お前らが目指した夢色の空が広がってる。ソーダ氏を名乗るってんなら命を張る価値はあると思うぜ。ああ、ようやく理解できたよ。これが本物の空の色なんだ。うまくいったな。すごい、なんて広いんだ。ああ、こんな景色初めて見たかも。どうやらうまくいったらしい。突然魔物に襲われた時は恐怖を助長しちまうんじゃないかとヒヤヒヤもんだったが、目を見ればわかる。
ソーダ氏の兄ちゃんはもう逃げねえ。無理だなんて言ってごめん。俺ノーチラスで飛ぶよ。どこまでも広がる青い空の下、今ここに約束の舞台は整った。依頼をご覧になりますか？天気は快晴、微風、ノーチラス号の整備も万全。初フライトに申し分ない最高の舞台が整った。ノーチラスのソーダリンを握るソーダ氏の目に迷いはない。ケントにメカニックのジョーちゃん、卸売りのおっさん、ルリアに B、 気空団の面々まで、まあ結構な人数が見守ってやがる。ジョーちゃんが調整したパーツの駆動音が聞こえてきた。いいぞ、順調な滑り出しだ。動力部から伝わる力がプロペラを勢いよく回転させる。カウントダウンが始まった。頼む、飛んでくれノーチラス。頼む、あいつらの夢を叶えてくれ。集中する意識の中で全ての音は消え、風の色に溶けていった。そして今、約束の空へ。あのフライトからしばらく経った。ケントから聞いた話によると、ノーチラス号はフォルカを支える主力便になったそうだ。スピードは他の船の3倍だからな、当然の結果だろう。そんな折、ケントには新たな夢ができたらしい。3隻の船を合体させた巨大周遊艇ですよ。すごいでしょ。ほら、この支柱をジョイントに変換して。ああ、そうか、今気づいた。こいつもきっと俺だったんだな。ゼーガの空の美しさを多くの人に届けるため、ケントはソーダの勉強も始めたという。巨大周遊艇のコクピットは3つ。右翼側の船にはケント、左翼側にはノーチラスを飛ばしたあいつが乗るそうだ。それでですね、実は相談がありまして。中央の操舵席にはぜひ。おっと、気持ちは嬉しいがそれ以上はダメだ。俺には心に決めた船がすでにあるからな。だから言ってやったのさ。風の吹くまま気の向くまま、気空団ってのはひとところにとどまらねえのさってな。Bye.